どうも佐久間一力です。佐久間か散歩です。またまた、この方と一緒に今日は散歩しようと思います。こんにちは、海獣です。出た、よろしくお願いします。やっぱ散歩はこう2人がいいかな。そうですね、やっぱ楽しいです。はい、はい、だからせっかくあのハイジーとまあ撮影にね、ちょっと浅草で来てて、はい、でその時にたまたまこのいい公園というか、うん、あのあっちに、ね、魅力的な道があったのよ。あ、そうなんですか。はい、だからそこに行こうと思います。道に行くんですね。そう、あ、いつもと逆というか、あ、いつも公園に向かうのに公園からスタートで道に行く、はいはい、そうなんです。確かにそういうパターンもあるんですね。ただその前にね、見てほしいな、ハイジーに。ちょっと一回これ切り替えなくちゃいけないかな。一回ちょっと切りますか。はい、切れてますよ、ハイジーに見てほしい。はい、これなんだこれ。これ大好きなんですけど、こういうの俺。いや、これは、一回出てきたと思って。何これ。こう持って、こう引き上げたくなるような。公園をここで持てるって。公園持てる。公園持ちね。公園ね。公園持てるわ。公園持ち運び。なにこれ。いやいいね、なんか、はい、いや早速見つかるもんですね、やっぱり。そうね、おかしなものが歩いてると。そうね、散歩日和ですしね。あーった、ごめんね、作ってても全然進まないや。これセミの抜け殻があったよ。セミの抜け殻、映さない、それを見てる僕らを映してます。切り替える、切り替える、切り替えるよ。俺こういうの本当、ハイジってあんまり見ない。いや、見ます、めっちゃ見ます。あ、だってあのお子さんのエピソードでさ、はい、セミの抜け殻を大量に集めていたずら、はい、いたずらした、いたずらで1個の木に集中させました。それまたあっちにもありますから、ね、どこ裏側パターン、ほら、うーわ、うわ、ちょっと待って、こっちの裏側にもいる、ここにもいる、もう抜け殻だらけ、これはいるぞ。いるね。たくさん。うわ、ちょっと待ってよ。あ、いる。うわ、さらに上にもいる。うわ、よくここまで登ったよね。いや、もう抜け殻をね、うん、このお兄さん大好きで。あ、セミの、はい。そうなんですよ。セミ。セミの抜け殻をキャッキャ言われてる。よかった、一人じゃなくて。ハイジーがいてくれてよかった、俺一人で。うわってやってたら。うわ、収集するわけではない、収集する、見るだけという一応、はい、そうですね、やっぱ自然に。あ、1日に100個取ったんですか。100個取ってどうしたんですか。いつの間にかなくなる量じゃないですよ。ああ、はい、やっぱ登ってって、サナギになるっていう。めちゃめちゃいるもんな。いる。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかの抜け殻好きの仲間もいますか。いました。大事、ここなの。こっち。これいいんだよね。だって道だもん。公園です。はい。いや、これはこれはちょっとワクワクする一本道ですね。いいでしょ。はい。いや、すごいじゃん。すごいすごい。これなあ、カブトムシとかいないのかな、こういうとこにな、本当はもう、でも時期がもう過ぎちゃってるからいないんだけど。そうですね、もう8月が終わっちゃうし、ね、そう、行こう。いやー、改めてこんなゆっくり見ながら歩くってないからね。ね、うん、うわ、何これ、木の中に 3つ。これはちょっと待って、これは何これ。いや、これハンバーガーとかパンケーキとかのこれ、これなんか本当このペリって取って食べれるんじゃないかっていう、ハンバーガーがなるケーキ、パンケーキがなるケーキ。何これ、ちょっと待って、セミすんごいなんだけど、ここにセミめちゃくちゃ、あ、1個の葉っぱに、とんでもないよこれ、人気スポットなの。うわ、いるわ、いるよ、相当いるな。パンケーキっていう木なのかな。これマジで、マジで、マジですごくない？はい。もうこう作ろうと思わなきゃ作れない形。これでもうマジで、何これ、キノコってことこれ？ね、いや、だってキノコじゃないですか？そうね、誰が食べ、ね、誰が食べるの、はい？誰が食べるっていうかさ、ちょっと粉吹いてますもん。今風に吹かれて。見えるかな？何これ？下から粉吹いてんの？
でも下ほら煙みたいにちょっとそっか持ってんすよ。下すんごい綺麗じゃない、なんかね、何これ、こういうお菓子ありましたよ、あったあった、砂糖コーティングみたいな、いや何それ、そう、いやこれ魅力的だよな、専門的な知識が全くないから、いやないないない、今のものでも説明できない、もしかしたらさすごいの見てたのかもしれない、あのそういう木の専門家からしたら、はい、あれが3つあんな綺麗に重なってなることはないですっていうさ、うん、ないないないってね、言うかもしれない、言うかもしれないよね、これだってさもうよく分かんなくない、これ何これ、分かんないですよ、そうね、誰かが何焼いたのみたいな、なんか炭のさ、なんでこんな焼け焦げた感じになったのかな、この中の蜜すごい、すごいよね、これもうシロップ入ってますよこの中の蜜か、この蜜の感じとさ、この焼き焦げた、だってさここだけを誰かがそういうバーナーとかでやってるわけじゃないじゃん絶対、そう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 ですよ、でそれなのになんでこんな、なんかね、何これ、ちょうどこの葉っぱをくぐり抜けて、あここだけに日が当たるんですよとか、そういうのなんかがあんのかもしんないね、そう、何かでそうなってんの、だってここもちょっと焦げてるんですよ、こう見てます、ここら辺もこっちの肌も焦げ木だね、焦げ木、こっちが綺麗でしょ、ほら、あ、そうそういうことなんですよ、きっと焦げ木だな、焦げ木いや、名前つけてますよ、ね、焦げ木今度焦げ木、焦げ木なるほどな、確かにさ、こういう時間でもない限りさ、なかなか一本一本の木をこんなに長く見ることないからね、見ないですよ、これだってめちゃくちゃまっすぐじゃん、今度はまっすぐ、なんだろう、本当に、あー、ハイジ、こっから久々にちょっとだけあの顎を探すやつ、この距離で離れてればマスク取っても大丈夫なはずだから、大丈夫かもしれないですけど、これなんすか、ちょっと待ってね、よし、オッケー、最高だな、一応5秒もらおう、12345 OK 何だそれ、なんだそれいやいや、でも本当よくこんなことで笑ってさ、ずっとやってきたよね、やってましたよ、ずっとやってましたよ、じゃあもう少しですから、本当にこんな短い距離なのにこんなに楽しく、ね、嬉しい、いや本当に3分の2ぐらい終わっちゃったけど、あそこを抜けて、あでもあそこ抜けております、はいはい、いやはい、もうでももうゴールというかさ、ゴールというかまあ公園スタートして道目指すって言ってましたけど、うん、公園の横の道でしたね、ただの、そうだね、ただのどっか行くとかじゃなくて、これどっか行くとかじゃない、公園ですこれも公園の一部でした、でもね、この何気ないこれがいいんだよねそうですこれゴールかな、これゴール、ゴールとか設けられてないです、あ、そうか、公園とか、なんかこれがすごいゴールっぽいなと思って、これがゴールっぽいかもしれないけども、なんかの看板の裏側ですから、あ、そっかまあだからここで降りて終了ってことか、あ、最後にじゃあこれそれぞれやって終わろう、いやハイジ、ちょっとこれね、皮肉なものというか、はい、ごめんなさい、最後これすごいわ、はい、このそれ乗ってるじゃん、はい、で見切れてる後ろの看板に、はい、その乗り物のことじゃないんだけど、はい、危ない、ここに乗らないでくださいって書いてあるわ、危ないっていうのはその危ないおじさんみたいな乗られないんで、ちょっと本当だ、ここに乗らないでくださいってのが見切れてるよなんてことだ、なんてことじゃないじゃん、いやー、最高でしたね、何がですか最後があれなんですか、顔俺もよく分かんない、あれドキドキしました、ね、最初プービルで、ね、どうなるんだろう、最後う顔どこに行くんだと思ったら、ちゃんとこう、いやー嬉しいな、いや何が嬉しいんだよ